北斗神拳を共に学んだ二人の兄が生きていた。一子相伝の伝承者争いは北斗神拳の長い歴史に再び悲劇をもたらすのであろうか。北斗の二人の兄が生きているかもしれんのだ。長兄羅王、次兄時。俺は時にはどうしても会わねばならん。時とはどんな男なのだ。北斗神拳で人を救うことを理想としている。優しく、そして強い男。行くのか、剣。凛とバットはどうするのだ。やはり連れてはいけぬ、レイ。わかった。子供たちは俺が守ろう。剣、死ぬなよ。ケンシロウ、やつならいいデクになってくれそうだ。トキ様、デク狩り隊のハブ、ただいま戻りましてございます。あ、いいデクが見つかったのか。この男です。どうですか、この筋肉。元ボクサーでヘビーウェイトのチャンプにまでなった男です。お前が時か。なかなかの力だが、無駄なあがきはせんことだ。黙れ。貴様を倒せば村は救われる。これ以上貴様の狂った人体実験を許すわけにはいかん。無駄だ。体が動かん。なるほど、なかなか息がいいな。気に入った。実験の準備をしろ。やめてくれ。うわあ、何をする気だ。新しい飛行の究明だ。成功すればお前のパンチのスピードは倍になる。どうだ。やめてくれ。我慢しろ。強くなりたくないのか。この飛行ではなかったようだ。俺の求める北斗神拳はまだ遠い。あんたもデク狩り隊には気をつけた方がいいよ。デク狩り隊。ほら、噂をすればなんとやらだ。誰か俺と勝負したい奴はいないか。おい、お前強そうだな。勝負してみんか。俺か。そうだ、勝てば食料を1ヶ月分やろう。おい、あんた、今言ったばかりじゃ。なーに、簡単なゲームだ。この牛気と腕相撲をしてもらおう。いい度胸だ。俺の筋力は時様の秘術により数倍にアップしているのだ。時、その腕へし折ってやる。
そんな細い腕で俺に勝てるのか。さあ来い、ハゲ。ニハー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 ニハッホホホンアハッニハッニハッ腕が折れたのはお前の腕だったな。なかなか筋力はあるようだな。時の居場所を言え。わしはその時様によって常人の数倍の跳躍力を授かった男。わしに勝てたら教えてやろう。相手を見てから喧嘩を売るべきだったな。時のところに案内してもらおうか。は、はい。ケンシロウめ、デクにふさわしい男よ。時様。え、どうした？旅の親子連れが。時様にお会いしたいと。そうか、通せ。三日前に病にかかり高熱を出しております。この子を救えるのは時様だけ。どうかお願いします。ほう、それはいかんな。わかった、そこに寝かせなさい。心配するな、もう苦しむことはない。 ありがとうございます。時。ほう、来たか。懐かしいな、ケンシロウ。時、なぜ子供を殺した？何のことかな。時、なぜ変わった？俺の知っている時はもっと目が澄んでいた。そう興奮するな。すでに手遅れだった子供を俺の手で楽に死なせてやっただけではないか。それに俺は変わらん。時代が変わったのだ。時代は医学より暴力を必要としている。ケンシロウ、暴力はいいぞ。お前は昔の時ではない。かかってこい。戦ってみればわかることだ。Yeah!
北斗神拳伝承者として今日まで生き抜いてきたこの俺の剣を受けるがいい。そうだ、思い出したぞ。お前には致命的な弱点があってな。何をするとき入れたことをこうするのだ。この女の飛行をついた。早く助けてやらんと死ぬぞ。取った。やはり甘いな、ケンシロウ。飛行専用をついた。お前の体はもはやピクリとも動かん。これでお前は俺のデクだ。そこまで落ちたか。動いてみる。どうした。さて、どこの飛行から試してやろうか。そこまでだ、アミバ。何？その男の名はアミバ。かつて俺と同じ南都政権を学んだ男だ。何を言うか。アミバ、他の男は騙せても俺の目はごまかせんぞ。顔まで変えて時になりすますとは。お前の言う通り、俺はアミバだ。だがもう遅い。ケンシロウは倒した。俺は天才だ。北斗神拳はこの俺が伝承してやる。バカめ。北斗神拳の奥義には飛行封じというものがあるらしいぞ。何？飛行封じ？バカだ。飛行を破るとは。もし本当の時が飛行をついたのなら、いかに俺でも飛行を破ることはできん。俺が時より劣るというのか。そんなわけはない。俺は天才だ。誰も俺に勝つことはできん。デクを使い救命した新飛行によってさらに強靭になったからだ。俺がアミバ流北斗神拳だ。